ナルバンの後のデザートタイム。これは中がクリームが入っているらしい。クリームのクリームケーキ。うん、普通にクリームじゃなかった。そうね、ふわふわしてます。なんだろう、アーモンドクリームみたいな味。いいよ座って。わかんねえな、甘いのか甘くないのか。まず甘いです、とても甘いです。どういう甘さなのか。周りがこれはキャラメル味なので、チョココーティングされていて、その上がにキャラメルのスプリンクルが巻かれてます。で、中は 100% クリームで、なんかムースっぽい柔らかさのクリームで、クリーム以外に何か出てくるのかなと思って食べ進めても、クリームしかありません。じゃあ違う味食べてみます。これはゼブラってやつ。こっちの方が中のクリームがさっき食べたやつに比べて白い。ユーチューバーだから。うん、これね、マシュマロみたい。マシュマロ、これは、いや、もうちょっと違うと思う、これ味が。さっきのはアーモンドっぽくて、これはマシュマロみたい。こっちの方が美味しい。お願いします。すごい柔らかいマシュマロみたいな感じ。それ以上は出れこない。YouTuber デビューできると思う。軽いね。すごい。じゃあひーくんどうぞ。まずね、持った感じがね、あの重量感がある見た目からはね、想像できないほど軽い。でね、あの周りはすごいベタベタしない、手にもつかない。ベタベタするわ。結構するよ。嘘言わないでください。うん、マシュマロ込めて気にしない。うん、周りはホワイトチョコレートと、やっぱ違くない色、中身クリームの色が、うん、中は多分砂糖とメレンゲで作ったふわふわとしたクリーム。甘い。あのね、周りのこのホワイトチョコレート